Twitter スペースでも話してんけども、結局、薬ってね、皆さんも法律詳しい方はしてると思うんだけど、マリファナって、例えば検査、尿検査とか頭髪検査して出てきたところで、逮捕されへんのよ。所持が逮捕されるのよ、所持、現行犯の。例えば、じゃあね、A というタレント系で、俺が過去こいつがコカインやってましたと、テーブルの上で白い粉吸ってる写真出したところで、それが小麦粉や言われたらもう分からへんし、片栗粉か、片栗粉が言われたら分からへんし、あのー、現在、進行形で所持してなかった逮捕できんのよ。 覚醒剤とか別よ。あの、尿検査して出たら一発逮捕やけど、大麻に関してはそういう法律なのね、日本は。だから、あのー、前も話したと思うけども、えー、うちが西アザルでプライベートお店やってる時に、えー、うちの従業員の女の子と田中幸喜くんが付き合ってて、田中幸喜くんが朝方6時に警察に連れて帰って泣きながら電話かかってたわけよ。で、結局48時間氷で出てきてんけども、その時に尿検査はアウトやったらしい。でも、えー、いわゆる所持してないから、 で、これどういうことかっていうと、例えば LA とかね、ロサンゼルスとかオランダって合法なわけよ、マリファナって。じゃあ、日本人がそこに行ってやるのってほんまはわかんねんけども、じゃあ、マリファナやってきました。日本戻ってきました。尿検査しました。反応出ました。でも逮捕できひん所持してなかった。だから俺が薬のことをどんどんやってくれって言われても、やったところで現行犯じゃなくて逮捕できひんん。だから俺が一番この薬に関して一番やり方としては、マトリにリークするのが一番いい。わかるここで言っちゃうと、 えー、いわゆるやってるタレントさんとかは、証拠隠滅測っちゃうわけよ。だから俺薬のこと言わへんねん。情報もネタも持ってるけどね。で、これ俺はまとりの人に提供するってことを最終的にしようと思ってる。それでも裏付け取ったりなんかするのに多分ね、3ヶ月から下手して1年ぐらいかかるんじゃない逮捕するまでに。それぐらい多分ね、薬物に関しての逮捕って時間もかかるし、裏付けが逮捕なんやと思う。だから週刊誌なんかが上げちゃうと、証拠隠滅測られちゃうから、海外に逃亡する人いっぱいいるよね。